JNN ニュースはキー局の TBS テレビをはじめ JNN 加盟各局で放送している日本のニュース番組の総称である。JNN 配達協定が適用される全国ネット番組。この名称は TBS テレビがテレビ以外の媒体でも配信をしているニュースの総称としても使われることがある。平日は情報番組の1コーナーとして放送されるほか、 独立した番組として、土曜日、日曜日の早朝と昼などに放送されている。月曜日20時57分、日、日、金曜日20時54分、水、木曜日21時57分のスポットニュースだけは、例外的に、JNN フラッシュニュースの台が使用される。1959年8月1日の JNN 発足以来、TBS 系列の全国ネットのニュース番組で、 個別に番組名がついていない場合や全国ネットの情報番組に内包されるニュースコーナーとして放送される。特に週末昼のニュースは50年以上にわたって放送されている。2009年3月30日から2010年3月28日まで総力報道。ザニュースの放送に合わせて平日昼と週末朝昼の JNN ニュースが tbs ローカルニュースの tbs ニュースとタイトルを統合しザニュースに解題。週末最終の jnn ニュースはスポーツニュース番組 s1 と統合されて jnn s1 ニュース。ただし番組内の故障は s1 jnn ニュースとなり単独番組としての jnn ニュースは一旦姿を消す。ただし、ミノモンタの朝ズバ 情報7デイズニュースキャスターが口頭で JNN ニュースと呼称する監修は残りコーナー名として存続。2010年3月29日から旧 JNN ニュース旧 TBS ニュースが元のタイトルに戻り単独番組として復活した。同日の花丸マーケット内の花丸ニュースまではザニュースのフォーマットを使い、 新しいフォーマットでの放送は、昼帯、ない、JNN ニュースから。また、S1JNN ニュースも、JNN ニュースに解消された。N スタ放送開始から2017年9月までは、ザニュースからの流れで VTR 中のテロップ、所帯が、JNN ニュース、TBS ニュースと、共用となっていた。2015年9月28日からは編成上の、音声が、 ステレオに変更された。しかし当初は、スタジオ音声は BGM や効果音も含めて、モノラル音源の状態だったが、2017年10月2日から、フルステレオ放送になった。2017年10月2日から、JNN のニュースサイトは、TBS ニュースとの統一を図るために、番組ロゴ変更。このリニューアルに合わせて朝、 昼の定時枠と N スタニュース23では右下に JNN 公式ロゴの透かしが入るようになった。2020年4月1日には TBS 全体の統一コーポレートロゴを新たに制定したため本番組のタイトルロゴもマイナーチェンジされ JNN ニュースの新しいロゴ登場したが JNN 公式ロゴは存続し JNN 公式ロゴは JNN ニュース愛のものを引き続き使用している。 時刻はすべて JST で表記する。情報は2020年3月時点のもの。平日は朝ちゃんの1コーナー、土曜日はマルトサタデーの内報番組として、日曜日は単独番組として、それぞれ放送されている。なお、マルトサタデーについては一部系列局でヒネットとなっており、 これらの系列局では単独番組としての放送となる。また、当該番組内の JNN ニュースのテロップは一部を除き、同番組独自のフォーマットを使用している。6時59分から1分間のエンディングがあるため、JNN ニュースは14分間での放送となる。1996年5月末の JNN ニュースオンタイム終了後、週末は、 JNN ニュースとして現在に至るが2000年以降に気象予報士を起用した以外はニュース CM 天気予報ローカルワークスポーツという構成は全く変わりない2019年4月6日放送分から週末朝の全国ニュース枠に東京手話通訳等派遣センターの協力による手話通訳放送が実施されている2020年4月 TBS 全体の統一コーポレートロゴを新たに制定したが、日曜朝については統合されずに継続している。ただし、スタジオセットは N スタのものを使用している。リアルタイム字幕放送を実施。平日は、昼曜日午前内にて、週末は完全な独立番組として放送。なお、土曜日は TBS 他一部地域において、 王様のブランチの一時中断番組として放送。また、他地域でも自社制作情報番組の一時中断番組として放送している系列局がある。平日版のエンディングは天気予報の終わりと同時に挨拶もなく終了。11時59分55秒に昼帯の予告テロップが流れてステーブレレスで昼帯午後のパートに接続している。 これ以前にも、同様に、ブランチ開始初期の土曜日のエンディングで、関東地区のみ、エンドテロップの左上に、CM の後も引き続き、王様のブランチを、お送りしますというテロップを出していた。土曜日、日曜日はオープニングがあるが、平日はヘッドラインを伝えた後に、オープニング CG を表示してから本編に入る。放送中に、ニュース十三世界遺産、N スタ、 報道特集の番組宣伝がそれぞれ入る。また、TBS とローカル枠の差し替えを行わない一部系列局では、2018年9月末まで土曜版の最終項目で時事放談に関するニュースを扱っていた。2016年10月29日土曜日、放送分から土曜日には気象予報士による全国天気のコーナーが設けられるようになり、 その後にローカルニュースという構成になった。日曜日はこれまで同様、天気コーナーはない。平日の地デジ EPG での番組の名称は以下のように、系列局によって異なる。ラビット。ないで放送。かつては報道フロアから放送していたが、ビビット以降は、スタジオの進行アナウンサーがキャスターを兼ねるようになったため生放送のスタジオから報じている。 2010年10月1日までは本編に内放されていたが同年10月4日より2014年3月28日の花丸終了まで本編のエンディングを早めニュースは独立して放送する形に改められたが2から3項目を報じるこの時間帯のニュースは全身番組のブロードキャスター時代から放送されている項目フォーマットは独自のものを使用している スポーツニュース番組 S1 内で放送。ワンコーナーとして放送された放送枠は省略。判明している範囲で記載。午前午後昼の女性キャスターが兼務。まれに男性キャスターが担当することもある。ただし、日、金曜日は2018年10月から2019年3月まで、日々真央子。2019年4月から6月まで、田村雅子が担当。 夜参考として、下表では2010年度から2012年度までの年末年始の出演者を掲載する。ふとじは同時間枠をレギュラーで担当するアナウンサーがそのまま担当。ありがとうございます。